丈夫よ。嫌だよ。おい。休むことなく鋼の爪を大地へ刻みながら夜の森を駆け抜ける巨大な鉄の塊。激しい振動と轟音が容赦なく子供たちを前へ前へと運んでいく。そう、彼らはこの城のように巨大で荒々しい戦車の中にいた。もうすぐ敵が見えてくるはずよ。気をつけて。よし。化け物か。何なのだ。はあ、敵と遭遇したようね。でも大丈夫よ。私があなたたちにその戦車タラニスでの戦い方を教えてあげるわ。その戦車の力を信じて戦うのよ。僕たちは負けない。準備を。ラジオの声は勝利と祝福を子供たちに与えてくれたが、これからの不安がどうしても頭をよぎり、勝利の余韻に浸れそうもなかった。行くのです。
完璧な作戦だったのです。よし、行こう。じいじ、パパ。きっと大丈夫よ。なあ。おい。子供たちは緊張の糸が切れたようにはどろんでいく。どうしてこんなことになってしまったのだろうと思いを巡らせながら。いたぞ。よっしゃ。逃げるのです。山の洞窟へ。なんだこれ。ねいいな。わからないのですよ。ちくしょう。はあ。じいじ、パパ。
よし、やられてたまるか。いけお、ちくしょう、攻撃の準備を。素晴らしいのです。